ちゃんぽん。ちゃんぽんは、様々なものを混ぜること、または混ぜたものを意味する言葉であり、そのような料理の名称。各地に存在する、郷土料理。この料理法を示す漢字、にはもともと、象など混ぜるの意味があり、その歴史は古く、インドネシア、沖縄、琉球江戸時代、韓国にも同様な料理法と、混ざるという意味合いが広まっと思われる。 様々なものを混ぜることを意味する、と、食物を油で炒めて調味料を入れ、すぐに火からおろし煮る料理法を意味する、にが語源。共通項は、家境文化圏と考えられ、日本においても江戸時代にはすでに伝わり、シャレポンでの用例が残っている。異なる種類の酒を一時に飲むことや、医薬品その他の薬物を数種類同時に服用する、こと形容などによく用いられる語である。 同様に、朝鮮語の、ちゃんぽん肌、ちゃんぽんするも、同意義である。語源時点では、異なるものを混ぜることの語源としているが、2の漢字の中にすでに、混ぜるという概念が含まれており、ちゃんぽんの電波が、混ぜるという意味を各地にもたらたと考える方が、自然である。金の音、ちゃんと、鼓の音、ぽん、という擬音として繋げた金世、江戸時代の造語であるとしている。 これらの語源時点では、二の辞儀を検証せずに、料理名の、ちゃんぽんが混ぜることより、発生が遅いとした根拠が示されていない状態である。1978年の発行の賛成度を、国語辞典第3版に、ちゃんぽんの漢字表記として、二が記載されており、および、二の辞儀及び発音については、1977年発行の、大文社緩和中辞典に記載されている。 長崎ちゃんぽんの語源については諸説ある。復権後の挨拶、チーファンもしくはチーファン病、直訳するなら、飯は食ったか。から来ているとの説、同じく、復権後の、混ぜるを意味する後、根から来ているとする説が存在する。しかし、復建省の方言の発音は、シェープンに近く、にの方が、ちゃんぽん、コンプワや、チャンプルーにより、近いと言える。 マレー語及びインドネシア語のコンプはチャンポール沖縄料理のチャンプルーも同じく混ぜるごちゃ混ぜにするという意味である長崎県長崎市発祥のチャンポンは福建省の福建料理をベースとしている明治中期長崎市に現存する中華料理店四回廊の初代店主陳平順が当時日本に訪れていた大勢の中国人 当時新人留学生に安くて栄養価の高い食事を食べさせるために考案したとされる。一方遺説もあり、明治初年にはすでに長崎人の元吉坊が長崎島る山で品うどんをちゃんぽんの名で売り出していたも言う。1907年、明治40年に出版された長崎県企業にはチアポンの表記で濃厚な味ながら品留学生や書生の好物で すでに市内十数箇所で提供されていたことが紹介されている。豚肉、ネギなどの野菜、かまぼこなど、魚肉生産品、十数種の具材をラードで炒め、鶏ガラや豚骨等で取ったスープで味を整える。そこに、ちゃんぽん用の麺を入れて煮立てる他の中華麺類との大きな意。厚生競争期薬指行規則別表では、長崎ちゃんぽんは、長崎県内で製造され、また、 東悪と呼ばれる、長崎独特の乾水で製麺したものと規定する。そのため、長崎のちゃんぽん麺は、他県で製造されたものと成分が異なり、独特の風味がある。長崎ちゃんぽんのルーツ、福建省の省と福州市に属す福製市には、麺、麺未縁と呼ばれる材料、味、見かけ作り方が似る、麺料理があり、現在も広く食べられている。復讐語では、八 モンマイと言い、先に鍋で具を炒めてからスープと麺を加えて煮る。日本の長崎ちゃんぽんは、中国では五目麺と呼ばれる。長崎ちゃんぽんは、全国的に知られたご当地料理であり、太い麺と具材の多さが特徴であり、麺は雪人、番手16番が使われる傾向にある。長崎ちゃんぽんに影響されたと思われる麺料理が日本全国に存在する。 特に、九州各地のご当地ちゃんぽんは、スープや具材など、長崎ちゃんぽんの特徴を強く引き継いでいる。さらに、九州各地の濃厚な豚骨ラーメンも、長崎ちゃんぽんの影響を、大なり小なり受けている。長崎ちゃんぽんが、全国的に知られるようになったのには、全国チェーンとなった、リンガーハットの影響もある。ちゃんぽんの具が袋詰めされて、日本各地で売られていることもあり、 家庭でも手軽に作れるようになっている。ちゃんぽん用の麺が焼きそばに使われることもある。福岡県北九州市戸畑区のちゃんぽんは早く作り上げるために細めの蒸し麺が用いられている。熊本県天草諸島はかつて船を介して長崎との交流が盛んだったため天草ちゃんぽんと呼ばれるちゃんぽんが発展した。天草下島各市長の商工会議所は 天草地方の国道3路線、国道266号、国道324号、国道389号を2006年秋から、天草ちゃんぽん街道と名付け、町おこしを図っている。熊本県水俣市は、かつて漁師や海運業者を介して、長崎、天草との交流が盛んだった。水俣市浜町の気楽食堂初代店主、三巻美恵子が、 昭和25年の開業当時、客として訪れた天草の漁民からちゃんぽんを教えてもらい、材料とイメージだけをもとに作り上げたちゃんぽんが、水俣の元祖。町おこしとして2010年より、水俣 JC 水俣青年会議所と共に、水俣ちゃんぽん探求会を発足。水俣でのちゃんぽんの消費量は、月間1万食を超えている。長崎ちゃんぽんから派生した。 ご当地ちゃんぽんの中には、和風のあっさりしたスープを特徴とするものが存在する。多くの場合、具材の多さや、やや太めの麺などの特徴は継承しているが、白濁スープと和風スープの違いは、味覚的にも、視覚的にも大きく、ちゃんぽんというよりもラーメンに近い形態のものもある。滋賀県彦根市には、カツオ、 昆布だしベースのスープを特徴とするちゃんぽんが存在する。主な具材は中太麺とたっぷりの野菜で通常は魚介類を入れない。長崎ちゃんぽんと違い具材は炒めずに煮込む。途中でスープに酢を入れて味に変化を加えるのが定番の食べ方である。1963年に銀座商店街で開業した食堂麺類岡部の店主が 旅先で食べた長崎ちゃんぽんに触発されて独自に開発したのが始まり。麺類を壁のちゃんぽんはやがて市内の他の食堂や中華料理店にも広まり、1990年代からはちゃんぽん亭総本家ドリームフーズが大見ちゃんぽんのブランド名で県内各地や近隣県にチェーン展開を行っている。発祥店である麺類を壁は 土地の貸借契約切れのために2012年6月末に閉店したが、閉店前に市内の別の場所で2号店を開き、昔ながらの味を継承している。愛媛県八幡浜市でちゃんぽんを出している店は、2014年、平成26年10月時点で50店舗ほどある。八幡浜ちゃんぽんの特徴は、鶏ガラや煮干しで出汁を取った、あっさりとしたスープに、 野菜や豚肉がたっぷり用いられるのが通例である。麺は太めである。肉、野菜と共に、ヤワタハマの特産品である、ジャコ店などの水産練り製品を使った店が多い。2006年、平成18年度から、ヤワタハマ商工会議所青年部が中心となって、振興に取り組み、ガイドブック、ヤワタハマちゃんぽんバイブルを発刊している。2008年、 平成20年には、期間、地域限定商品として、サークル、K、サンクスから、ヤワタハマ風ちゃんぽんが発売された。レトルトの製品も数多い。福岡市など、西鉄沿線に店舗を持つ、やりうどんや福岡空港にある、八や、いずれも、西鉄プラザが経営などの人気メニューで、中華麺ではなく、中太で、柔らかいうどんを使用した、和風だしのもの。 カレーちゃんぽんうどんなどの変種も提供されている。この他にも県内の北九州市や飯塚市などを含め、うどんを使ったちゃんぽんを提供する店が全国各地に点在しているが、スープは必ずしも和風とは限らない。日本各地に醤油ベースのスープをあんかけ状にしたちゃんぽんも存在する。兵庫県甘が市の甘がちゃんぽん、通称、にちゃん、鳥取県、 島根県の山陰ちゃんぽんなど。秋田県秋田市にあるチャイナタウンが有名である。丼から溢れんばかりの魚介類と野菜に大量のあんがかかった味噌味のスープが特徴。沖縄県におけるちゃんぽんとは、平皿に盛った米飯の上に野菜炒めの卵とじを乗せた料理を刺す。大衆食堂に見られるメニューで箸ではなくスプーンを使って食べる。 具材や味付けは店によって異なるが、野菜は、キャベツ、人参、もやし、玉ねぎなど、肉類は、豚肉の薄切り、缶詰のランチョンミート、コンビーフハッシュなどがよく使われる。おかずのせご飯という点で、インドネシアのナシチャンポール、ナシコンプはナシは、ご飯の意味と類似性があり、豆腐入りの野菜炒めを意味するチャンプルーの語源も、含めて、大韓民国のチャンポンは、 韓国の中華料理に分類される麺料理で主に中華料理店で食べられ、チャジャンミョンと並ぶ人気がある。中国の福建式、麺、麺味縁が変化して作られた日本の長崎のチャンポンと異なり、韓国のインチョンのチャンポンは中国の山東式、相場麺、茶おまみ縁が変化して作られたが、日本統治時代に日本人たちが韓国の清志料理店で販売する。 この食べ物を見て、ちゃんぽんと名付けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。